皆さんどうもこんにちは、ちやまです。ちやまのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、バージョン 1.18.30 でですね、クリーパートラップが、雲がね、湧いてしまうということで、その対策をした後に、改めてね、クリーパートラップの、火薬アイテムの効率検証っていうのをね、見ていきました。そしてですね、そんな動画がね、ちょうど出そうっていう頃にちょうどね、また、バージョン 1.18.31 アップデートが来まして、雲対策ね、フェンスじゃなくて、ボタンでもまた雲の湧き潰しができるように、またね、修正されました。ということで、かなりね、振り回される形にはなったんですけども、こちらね、今木のフェンスのままになってるんですが、はい、こういう形で、しっかりね、バージョン 1.18.31、木のフェンスのまんまでもしっかりクリーパーね、湧いて、効率もね、全然変わらなさそうだということで、ボタンでもね、湧き潰しできるように戻ったんですが、ちょっとね、これ以上振り回されたくないなと思うので、はい、この木のフェンスのままね、やっていこうかなということで、このままにね、しておきたいと思います。なので皆さんもね、まだね、一度も作ったことなかったっていう人は、ボタンを設置していただいて、僕と同じようにね、こういう形で振り回されてしまった人も別にね、これで効率が変わるわけではないというのがね、前回の動画で分かっていただけたと思うので、安心してね、クリーパートラップを続けていただければなと思います。ちやまのマインクラフト2022。そんなね、今回なんですけども、以前作ったね、まあ、砂無限装置であったりとか、石製造機とかね、たくさん作りまして、今度ね、何が必要になってくるかと言いますと、やっぱりね、かまど装置が欲しいなということで、今回収録外で一つね、こういうものを作ってみました。それがですね、こちらになります。せーの。はい、ということで、こういう形で、木炭精錬機プラス燃料をね、均等分配してくれる16連かまど。さらには、こちら、シェルカーアンローダーも付けまして、まあ、自分の中では結構いい感じのかまど装置っていうのがね、完成いたしました。そしてですね、今回こちらを紹介していきたいなということで、やっていくんですけども、まずね、木炭精錬機とこちらの均等分配機能付きのこの16連かまどに関しては参考にさせていただいた動画がございまして、そちらね、ゆうすきさんという方の作った装置になっておりますので、ぜひね、概要欄の方からリンク貼っておきますので、ぜひ、そちらの方をね、見に行っていただきたいなと思います。そして今回この中で全体を一気にね、こう作り方紹介ってやっていくと、まあ、かなりの動画の長さになるっていうことと、あとはですね、こちら、木炭製造機でかまど装置、シュルカーローダーって、これ自体がそれぞれ単独で使える装置っていうこともあるので、今回はあえて1本の動画じゃなくてですね、3つに分けて装置を紹介していきたいなと思います。まあ、中にはね、1回の動画でまとめてくれた方が見やすいなっていう方が多分中にはいらっしゃるっていうこともね、十分分かっているんですけども、今回はね、3回に分けさせていただきたいなと思います。なので今回はまずこちらの木炭製造機ですね。こちらの紹介をしていきたいと思います。ということで、作り方ね、見やすくするために、一旦クリエイティブワールドの方に向かいたいと思います。それでは、行きましょう。せーの。ちやまのマインクラフト2022。さあ、ということで、こちらね、クリエイティブワールドの方にやってまいりました。それでは、木炭製造機の方ね、作り方紹介していきたいなと思います。まずはですね、こちら、かまどを2つ設置いたしまして、続いてですね、こちら、後ろに回りまして、燃料用のホッパーを設置します。続いて、上側にですね、原木用のホッパーを設置いたしまして、この上にね、チェストと、そして看板で分かるようにここ原木入れっていうのをつけておきます。続いてはですね、こちら燃料用のホッパーをさらに下のホッパーに向かってつなげまして、さらにこちら仮ブロックを設置いたします。そして仮ブロックに向かうようにホッパーを2つこういう形で設置いたします。まあ、ここ仮ブロックって分かりやすいように、じゃあここね、スライムブロックにしておきましょうか。続いて、燃料用のホッパーのね、ここの後ろ部分に透過ブロックね、設置いたしまして、そしてこの形にブロックをねさらに設置していきます。そしてこちらね設置したブロックでコンパレーターを設置いたします。次はですねこちらコンパレーターの前部分にブロックとさらにその上部分にブロックを延長させます。そしてここをリピーターでホッパーに向かうように設置いたします。そして残りの部分はレッドストーンダストを設置します。こういう感じですね。続いてはですねこちら一番上のねホッパーにさらに1つ追加いたしまして、ここにラージチェストを設置いたします。こういう形ですね。そしてこのチェストはこのね燃料入れになっております。なのでここに燃料を入れるとここのホッパーに向かって入っていって、ここねかまどの方に補充されていきます。さあ続いてはですね原木を焼き上がって木炭になった後、今度ねさらにここのかまどの燃料として使えるように循環器をつけていきたいと思います。まずねこちら仮ブロック設置いたしまして、この横にねドロッパーを設置いたします。この位置になりますね。そしてかまどのねブロック一旦撤去していただいて、ドロッパーにつながるようにかまどの下を通していきます。こういう形ですね。これで焼き上がった木炭がこのドロッパーの方に入っていきます。続いてはですねこちら燃料補充用のねつながっているホッパーを1つさらに延長してあげて、こちら水流エレベーターで上の方にねアイテムを送っていきます。なので一旦ねここブロックガラスであったりその他ブロックでドロッパーの前をね囲っていきます。はい、こういう形でガラスがね設置完了いたしました。続いてはですねこちら一番上の場所にボタンを設置してあげて、そして水を流してあげます。そしてですねこちら昆布を植えてあげて全てを水源化します。そして最後にねこの下の部分をこちらソウルサンドにしてあげると上昇気流が生まれるのでアイテムがね上の方に流れていきます。でこのボタンはですね一番上まで泡が来てしまうとこう蓋した時にね上の方にガンガンって引っかかったりすることがあるので、その対策のために泡をこの1個下でね押さえているっていうことになりますね。そして 上まで来て横に流れていくと、そういう風になっております。そして最後ねここ蓋してあげて循環器の完成になります。そしてですねこのホッパーの上なんですけども、かまどであったり樽であったりとか、その他ドロッパーであったりコンポスターであったり、こちらもね負荷軽減対策としてねこういう形で設置しておきたいと思います。さあということでこういう形でね水流エレベーターが完成したんですけども、次はねドロッパーを動かすクロック回路をね組んでいきたいと思います。続いてはですねこのかまどの裏側回りまして、このドロッパーの後ろ側に1つブロックを設置いたしまして、さらにもう1つこういう形でブロックを設置します。そしてコンパレーターをねこっち向きに設置いたしまして、その前にまた太がブロックね設置いたします。そしてねこちらコンパレーターなんですけども減算モードというモードにしておきます。続いてはですねさらにこちらブロックを設置しまして、さらにこの上にもブロック、そしてブロックを横にさらに2マス伸ばしていきます。そしてですねこちらレッドストーンダスト設置しまして、続いてレッドストーンリピーターを設置します。そしてその前にコンパレーターにねつながるようにレッドストーンダストを設置します。続いてはですねさらにこの裏側回りまして、このね今トーチを置いた場所が先ほどのコンパレーターがあるブロックになるんですけども、その下側ねブロックをこういう形で設置しまして、ここにレッドストーンダストを設置します。そうするとここからね動力が伝わったやつがこのブロックに来るんですけども、さらにねそこから下に動力を送ってあげます。そしてさらにねブロックを設置いたしまして、ここにリピーターを設置します。そして最後このねドロッパーの下に太化ブロック設置いたしまして、これで動力が伝ってぐるっとここに帰ってきます。これで木炭がね焼き上がったとすると、こういう感じでドロッパーがクロックガールで動いて水流エレベーターでこちらね、上がってきて、循環します。そして最後はですね、こちら、仮ブロックを撤去いたしまして、ここにね、チェストを設置しておきます。で、循環した、木炭がですね、入ってきて、かまどの方にね、まず順番に入っていきます。そして、かまどまでいっぱいになると、今度余ったやつが、ここのね、チェストに入っていくようになります。なので、ここね、分かりやすいように、焼き上がったやつがここに入ってくるという風にしておきます。ということで、こういう形で、木炭製造機、完成です。G 山のマインクラフト2022。それではですね、一旦流れで見てみたいと思います。で、まず一番最初なんでね、当然、ここには燃料がないと焼けないので、最初だけセットしておきます。そして、ここね、木炭作りの材料となる原木を入れてきます。そうするとね、ホッパーからまず2つ分かれて、どんどん入っていきます。そして焼けると、だからね、ドロッパーの方に向かって、こういう形で、水流エレベーターで上に上がって、今度、こちらのホッパーに入って、こちらね、かまどの燃料として循環されていきます。で、こちらね、下からちょっと覗いてるんですが、このね、かまどにつながってる燃料補充のホッパー見てみると、こういう形で、まずね、右から順番に燃料がね、入っていきます。そしてですね、こちら、23個になると止まって、続いて隣の方に動いていきます。そしてここもいっぱいになると、今度ね、こちらの方にストックされていくという風になってきます。なので、ここのね、後ろの方で、こう、動力つないでることで、一定数の数だけね、ストックされていくという風になっております。それでこういう形でね、どんどん溜まっていきます。循環もしていきますし、それでさらに余れば、ここに、入っていくように、ね、なっております。そしてですね、こちらの装置なんですけども、1点注意点がございまして、溶岩バケツを利用してしまうと、こちらドロッパーでまたね、上がって、こっちもね、循環して入ってしまうので、こちら溶岩バケツは使えないということだけ一応ね、付け加えてね、説明させていただきたいなと思います。ということで皆さんもね、その辺はちょっと、マグマバケツね、結構、使い勝手いいんですけど、残念ながら使えないということだけね、しっかりと確認していただければなと思います。ということで、今回ね、こちら、クリエイティブワールドで木炭製造機の紹介でした。G 山のマインクラフト2022。はい、ということでね、こちら、サバイバルワールドの方に戻ってまいりました。ということで、今回はね、こちら、木炭製造機の紹介をしていきましたけども、次回ですね、燃料を均等分配してくれる16連かまどの紹介をしていきたいと思います。そしてですね、改めてになるんですけども、今回ね、作った装置の参考にさせていただいた動画は、概要欄のね、リンク貼っておりますので、ぜひね、見に行っていただければなと思います。ということで、この動画良かったよとか参考になったよとか、次回の動画もまた楽しみだなーって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。